近年は御簾の陰から道行く男に口説かれては来たものの、こうして他の男と肌を合わせるのは舞台に嫁いでから初めてのこと。たちまち正門の支柱に落ちて大庭の茶屋で声を上げる。ただいま戻りましたよ、大庭。おやおや、お楽しみの最中だったようですね。無粋だぞ、大庭。ああ、申し訳ありません。ただね、奥さんは一応は舞台の女房。こんな不義が舞台に知れたら怒るでしょうね。大庭、今さら何を。金蓮、大庭、お前の息子、職を探していると言ったな。提携所でいい仕事を紹介させるが、どうだ。ええ、さすが正門様、分かっていらっしゃる。これから二人でお会いするのはこの茶屋をお使いください。もちろん誰にもしゃべりませんよ。ひどいわ、大庭。お膳立てしたのはお前じゃない。世の中持ちつ持たれつですよ、奥さん。奥さんは正門の旦那と相引きしたい。私は正門の旦那からお金が欲しい。だからお助けしますよ、これからもね。最近舞台の女房は姿を見せないね。あんなに色狂いだったのに、ようやっと落ち着いたのかな。こうして金蓮は正門ケイトの成就にはまり込んでいきました。そして正門も、二人は離れられぬ仲となっていきました。舞台のおじさん、舞台のおじさん。どうした、うんか。大変だよ、おじさんとこの奥さん、正門ケイト、大庭の茶屋で。舞台出てこい、金蓮。ここに正門ケイトいるのは分かってるんだ。出てこないならこっちから行くぞ。旦那様。裏口からお逃げ。つまらん言いがかりはやめてほしいね。お前だな、金蓮を寝取ったのは。殺してやる。ぐっ、待て。どこへ行く。正門のところか。お前は俺を何もできない男と鷹をくくっているだろう。だがな、弟の武将がお前たちのことを知ったら、あいつはお前を殺すぞ。舞台がそんなことを。旦那様、私もあんな男と一緒に暮らすのは嫌。旦那様と添い遂げたい。私もだよ、金蓮。しかし弟の武将は名打ての豪の者。敵に回すと厄介だ。私にいい考えがございますよ。それには品物が一ついるんだけど、うまいことに薬屋の正門様のうちにあるんですよ。お、なんだ。ヒソでございます。ヒソ。舞台を殺すのか。はい、舞台は今胸を痛めて苦しんでます。奥さんが妙薬と偽ってそれを飲ませればいい。どうです、奥さん。舞台を殺す。近年、私はお前と添い遂げたい。旦那様。幸いうちは提携所の副長官だ。後のことは私がうまくやる。奥さん、こんなことわざをご存知ですか。小さい時の嫁入りは親任せ、二度目の嫁入りは自分から。ねえ奥さん、あんたは虫持ち屋の女房で一生終わりたいんですかい。薬だよ、とてもよく効くって、あんたのために買ってきたんだよ。
禁練。何を飲ませた？禁煙。離して！私の足はこんな男に捕まえられるためにあるんじゃない。小さな足だな。美人の証拠だ。ねえ奥さん、あんたは虫持ち屋の女房で一生を終わりたいんですかい？それとも、お前なんか死んでしまえ！私は自分で望んだ将来をつかむわ。掴んでみせる。よくやったね、金蓮。旦那様！あとは私がうまくやる。しばらく離れていよう。半年経ったら迎えに来る。はい、これで私は正門慶の妻になる。世話になったな、大庭。十分楽しませてもらったよ。それから半年後。オーバー、旦那様から何か連絡はないのかい？もう半年何の音沙汰もないんだよ。いくらこっちから言づてを頼んでも正門家からは門前払いだよ。一体旦那様に何があったのか。ふう、奥さん、こんなことは言いたくなかったけど、小耳に挟んだとこによるとね、正門の旦那は玉郎という女を屋敷に迎えて甘い新婚気分でいるそうだよ。相手はあの正門慶だ。泣かされた女は数知れないよ。奥さんも大変な男に惚れちまったもんだね。まさか私はもう後戻りはできないのに。迎えに来たよ、金蓮。何ですのこのセンスは。あ、他の女の匂いがする。こんなもの。ひどいな、金蓮。せっかく迎えに来たのに。ひどいのはそっちよ。待ってたのに。私ずっと待ってたのに。悪かったね。奥さん、あんたも大変な男に惚れちまったね。そう、大変な男だ。でもこの男は私が掴んだ運命。絶対に離さない。その年、反金蓮は正門慶のもとに嫁ぎ、彼の第五夫人となる。彼女の波乱の人生の幕開けであった。